めちゃめちゃゲリラ。この時間ってみんな何してるんだろう。おはよう。おはようございます。わい、リップに色がないことに今気づいた。おはよう。おはよう、おはよう。びっくりしたでしょ。朝起きることもあるんだねって。起きるよ。いやでも聞いてほしい。なんなら私がなんでこんな朝早くに配信しているかというと、これには深くもないわけがあります。おはよう。最近ゲリラが多めで申し訳ない。あ、朝から始まってびっくりって。地球の裏側だからって。はい、今ちょっと地球の裏側にいるから、こっちでは夜なんだよね。おはよう。おはようケロ配信。ポストした。あ、そうね、金曜日ね。今日は金曜日。昨日は木曜日。曜日感覚を忘れないように。昨日メールで間違えちゃった。おはよう、水曜日だって書いたけど全然昨日木曜や。明日は土曜日で、お話し会だね明日。ね、水曜がさ祝日だったから、ちょっと皆さんも曜日感覚狂いがち。ネイルはめっちゃナチュラルで素敵。ピンク色です。そう、昨日サラピにやってもらったやつ。春っぽくて良いですよね。え、なんで私がこんな朝からのんびり配信できてるかというと、これには配信できてるかという理由は、なんか昨日結局さ早く寝たいって言ってたけど、早くは寝たの。私にしては珍しく1時とかには寝て。珍しくない？素晴らしい早寝をしたんですけど、そしたらなんか2時間、何時頃だったかな、3時40分とかにもう目が覚めちゃって。マー君めちゃ可愛い、ありがとう。あ、朝のでウィンク下手くそでした。もう目が覚めちゃってさ、全然まだ寝れる時間だったから、じゃああと 3,4 時間寝ようって思って寝ようとしたんだけど、なんかもう眠れなくて現在に至る。
だからずっとゴロゴロしてて、でさっきゆっくり起き上がって、もう準備が、だから普通さ、私何ホテルのチェックアウトの日ってもういつもバッタバタで何かしら忘れ物をしちゃうことが多くて、まあ過去にいろいろ忘れ物あったんですけど、もう今日はほらキャリーバッグにももう詰め終わってるで集合の時間までちょっと暇だったので配信そう、暇を持て余してしまったのでね、そう、私毎日アイドルだし毎日アイドルだからさ、まんちゃん朝やっちゃおうって思って配信してますので、洗面台に忘れ物ないですか、もう確認済み準備万端でしょ、もう部屋の点検チェック、もう確認済みなの。そうだから急遽ゲリラで珍しく朝やらせてもらってます。充電器は今手元にあります。今充電してます今充電中です。配信したせいで出発ギリギリになって結局忘れ物しちゃわない、ちょっと気をつけるね。今さ iPad でやってるってさ、ここに iPad 置いてるから、これ忘れるとかありそう、 iPad 忘れるありそう、気をつけよう。朝ごはんは食べてない食べてない、何も買ってなかったから、もう買いに行くのもなって思ってやばい、買いに行くの面倒くさがりがちかも。リップに色がないですね。そう、まさか私も朝配信をするなんて、いつぶりでしょうか。え、やけん絶対私今日眠いって思って、皆さんは、なんか鏡の反射が光っております。色がつきました。もう前髪とか髪とか何もしてないので、ボサボサですが、なんか前髪が少なくない前髪の量なんか少なくない、こんなものだっけ、何もまだアイロンしてないからか。吉田さんと池ちゃんはあって、私は一人です。私のお部屋です。もうなので手振って、だってそっか、もうねお仕事中とか音を出せない環境なのかな、
じゃあ手は振らずにパンチ。パンチしました。ファイトファイト、頑張って。今日は窓から見える光的には晴れてそうなんだけど、晴れてるのかな。外の気温がわからない。結構暖房ポカポカで、あ、多分暑かったのかな。暑かったのかもしれん。なんで目が覚めた、あ、目が覚めたのは理由がある。昨日ゆらちゃんとサラピーといっぱい歩いたから、なんか足のなんだ、なんなんだろう、あれは足の裏に貼る、あれはなんなんだ、ツボなんかトゲトゲしてひんやりしてるツボを押して疲労回復みたいな、足の何なのかな、ちょっとよく見てなかったのでわからないんですけど、なんかむくみを取るやつかな、足の裏に貼る足つぼに効くシートみたいのを昨日貼って寝たの。それで目が覚めたんかもしれん。すごい痛かったのえ、効果があったかわからん。やけん多分2時間ぐらい私つけてたんですけど、寝るときにするものじゃなかったのかな。だからすごいシップみたいなのに、ヒゲピタみたいなのにいっぱいトゲが生えてて、てん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 、トゲが生えてて、それを足の裏にこう伸ばして貼ったら多分ツボが刺激されますみたいなやつだと思うんですけど、それを多分ずっとつけて寝てたから痛くなっちゃって目が覚めたのかな。それあ、それかなそれかな、それかもしれない。しね、ホテルの部屋って寝れないもんね、家より、という理由もある気がしますね。なんか目が痛い、なんか入ったかも。という感じなので、もう起きてから私はだいぶ経つので、今もうね朝って気がしてない、昼昼って感じ。まつげ、私最近まつげのさ育成を頑張ってるんだけど、気づいてくれた方はいらっしゃるかな。最近私まつ育を頑張ってます。美容液を塗って育ててる。7日連続配信中だって
あ、もう何日から毎日アイドルなのかなとか言ってるけど、多分急に途切れます。松育をしてるのは松パに行きたくて頑張って今育て中。はじめまして STU48 2期生の原田紗友香と申します。原田紗友香って言います。ちょっと今はお腹が鳴りそうなのを頑張って抑えて、朝配信はね、そうね、まあそんなにはしてないけど、週に2回ぐらいしてるかな。まあその時月によるけどね。あ、もちろんね、そのできない週があることもあるんですけど、まあそれも。そう、今週はね、そう、もう金曜日になるんだけど、今週はちょっと朝できたのは今日が初めて。うわーって感じなんですけど、誰も誰も一緒になってなってくれん。一緒に嘘誰もついてくれんやん。待って、時間見とかんとね。なん、どうしようかな。40分、40分になったら、じゃあダンジョンを読ませていただこうと思います。なんか髪さ、何もしてない割にまとまってる。良いことです。外に出たら寒そうだな。じゃあ今日も平日ラスト頑張ろうな。頑張っていきましょう。おはよう。ちょっと珍しいからいっぱい言おう。おはよう。
なの。朝ごはんは何を食べました？私は今ビジネスではなくリンゴが食べたい。本当に今リンゴが食べたい。でもね、こういう泊まるときにリンゴ1個と果物ナイフとか持って持って来ようかな。行きたいな。綺麗。されたの買うしか。コンビニ行こうかな。徒歩何分なんだろう。え、なんか本当にもう今朝って感じがしてない。こんなこんなに朝にこんなのんびりできることないよ。びっくり。コンビニは、あ、近いね。近かった。あ、40分ありがとう、教えてくれて。じゃあそろそろ壇上を読みましょうかね。壇上読もうかな。あ、ちょっとよいしょよいしょ。あ、ちょっと壇上読ましていただきます。13位 IKKO さん、12位 ヒューガヒャンさん、11位 鷹之助さん、10位 アッキーサラ大好きマンさん、9位 GHP さん、8位 コイさん、7位 ユウイチさん、6位 アルマサトリアさん、5位 ヨッチャン51さん、4位 カズサさん、3位山井さん、2位雄一さん、そして1位マー君です。ありがとうございました。そして今日大吉の方は小ぶやきさんです。おめでとうございます。よしよし。という感じで、という感じで、じゃあ皆さん金曜日頑張っていきましょうね。明日はお話し会、オンラインお話し会、もう10枚目シングルラストのお話し会になるね。なんかこうやって見たら髪伸びた、こんぐらいやったもんね。うん、こんぐらいやったやん。なんかもう写真の容量が多すぎてさ、なんかもう容量が足りませんみたいに出てきたから、今日の朝方夜中写真をちょっと整理しようって思って、過去の写真とかもういらないやつを消してたんですけど、うん、こんぐらいやったもん。1年前とか。ちなみに写真は整理して、まだ全然終わってないけど 68,611 枚になりました。
感じです。そろそろ終わろうかな。じゃあ朝ってどういう感じで終わるんやろ。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。ちょっと今頑張って声を上げてみた。いってらっしゃい、いってらっしゃい、気をつけてね、バイバーイ、じゃあねこんな感じかな。いってらっしゃい、バーイ。